本庁で当選反省会、高市さんですね、高市さんはこういうふうにおっしゃってました、自民党総裁選は決選投票が行われた結果、岸田文雄前政調会長が河野太郎大臣を、87票差で破り新しい総裁に選出されましたよね。でこの自民党総裁選1回目の投票で高市さんは3位でしたよね。で、それに対して高市早苗さんが敗戦の弁を語りました、高市さん曰く、先生方もうじき衆議院議員選挙が迫ってる中、また来年には参議院選挙もあって、本当に毎日毎日地元に張り付いて歯を食いしばって歩かなきゃいけない、そんな大切な時期に私の選挙戦をこんなにも懸命に支えていただき本当にありがとうございました、まずは心から感謝申し上げます。ありがとうございました。本当に先生方のおかげで、また全国で私の知らないところで一生懸命電話をかけてくださったたくさんの方々のおかげで、本当に身に余る結果を残すことができました。選挙は勝ち負けですから、結果は結果として重く私は受け止めます。党員票が足りなかったのは本当に私の、すべて私の不徳の致すところでございます。もっともっと頑張れたことがあったんだろうと思って、これはもう先生方にお詫びを申し上げます。だそうです。普通こうですよね。わかんないですよね、腹の中じゃ違うこと考えていたとしてもね、いろいろね、なんかなんでこうなのかなとね、納得いかないところもね、それは大小いろいろあったとは思いますけど、思いますけど、まずは一発目ね、最初にね、感謝とね、自分のせいだって受け止めるこの姿勢を表明する、まずは最初これが来るはずなんですけどもね、河野さんと野田さんからそれ見たことないよね。あったのかな、僕は知らないだけかもしれないです。あったかもしれないです。でもね、さっき例えば河野さんの件だったらね、河野陣営のあの様子を見るとね、そんな話が出てくるとは到底思えないですよね。だからもうこの段階でやっぱりもう器じゃないと思いますよ。高市さんにはね、次全然あると思いますけど、河野さんはもう確実にないですね。これはもう断言できますよ。ね、高市さんね、確かにね、まあ3位は3位ですけども、例えばこの議員票はね、2位でしたからね。これはもう確実に次につながる総裁選って言えるんじゃないですかね。今回で大躍進っていう感じで捉えて全然間違いないと思いますよ。高市さんとしてはね、それはあの、僕個人的にはね、多分ご覧になってるあなたもね、あるいは高市さんにね、この実際総裁選勝っていただいて総裁になってほしいって、本当に思ってた人もね、少なくなかったと思いますけども、高市さんとしてはまあ今振り返ってみて、これでも全然成功だったと思いますよ。別に負け惜しみでも何でもないんですけども、実際この顔と名前をね、売ることは確実にできたわけじゃないですかね。まあ大変な中ね、応援してくださってどうもありがとうございましたとね、まあ反省しきり感謝しきりでしたけれどもね、ご本人も相当疲れてると思いますんで、まああんまりこういうことはね、今大きな声で言わない方がいいのかもしれないですけどね、すぐにね、出番は回ってくると思うんですよね。だからそれまで、まあ充電しつつね、さらにこの経験積んでいただいてね、政調会長でしたっけ、ちょっとこの人事はなんかもったいないような気がする。もったいないっていうのはあれですよね、そういう意味じゃないですよね、もっともっとなんか、まあ、官房長官はちょっとなんかほら、官房長官あと幹事長がさね、あの論功行賞ね、最初からこの岸田さんについてきてくれた人たちへの、まあ、ご褒美っていう意味合いもね、大きいってね、前になんかの動画で見たと思うんですけどね、っていうのがあるから、高市さんには回ってこないと思いますけど、まああるいは外務大臣が安倍さんっていうことだ、防衛大臣っていうのもありかなとか、まあいろいろね、考えれば考えただけありましたけども、まあでもとりあえず政調会長っていうね、ポストなわけですから、そこでじっくりとね、あのなんかいろいろとちょっと僕ら一般素人にはわからないところも含めてね、頑張っていただきたいですよね。多分すぐ次出番回ってくると思うんですよ。多分ですよ。わかんないですけどね。でね、これは何だろう、高市さんのこの反省会っていうわけではないんですけども、そんな高市さんにね、また橋本さんが噛みついていくんですよね。よっぽど根に持ってんですかね。番組でね、二度も論破されてへこまされたのがよっぽど気に食わないんですよね。恨んで仕方がないね、そんなのがもうなんか見て取れるんですけど、なんて言ったかっていうとね、すごいですよ。橋本さんがね、自民党総裁選、投開票のこの予想外の展開にね、この人にとって予想外の展開に、この2週間が無駄だったとね、要はあの河野太郎さんが、河野候補が負けたのはね、高市のせいだって言い出すんですよ。29日放送のこのあのミヤネ屋でのことらしいんですよね。橋本徹さんが出演されましたよと、予想外の展開になった自民党総裁選投開票について開口一番、いやー永田町は恐ろしいねと驚嘆したんだって。
で、1回目の投票で1位が河野さんで、2位が岸田さんというのが多くのメディア専門家の予想でしたよね。マスコミはずっとそう言ってましたけど、全然違ったじゃないですか。で、河野さんが1回目で過半数取れるかどうかね、ダントツ1位は1位だけど過半数は厳しかろうみたいな、そういう見立てだったけど全然違いましたよね。そう、蓋開けたらほら、あなたもご存知の通り1位が岸田さん、2位が河野さんだったんですよ。で、しかも議員票ではね、3位の高市さんがね、この河野さんを上回ってましたからね。で、ここでね、橋本さんがね、言い出すんですよ。憶測でしかないが、安倍さんの力が大きかったんだとね、試験を述べるんですね。河野さんは高市さんの出馬で割を食ったと。要は河野さんがね、この議員票を取れなかったのは、ね、高市のせいだと。いや、選挙。で、その上で、だってそれを言うんだったらさ、野田さんの出馬の件じゃないの？票を割るのが目的でっていう話だったじゃないですか。ねえ、そこは触れなかったんでしょ？まあここには書かれてませんけども。で、その上で予想外の展開に総裁選予想に終始した期間について、この2週間無駄でしたとね、苦笑したんだって。こっちが笑っちゃうよ、ほんとマジで。というかなんか、ほんと、なんだろうな、ね、なんかもう、かつての本橋本さんが、なんか、別人じゃねっていうぐらいの、完全に1、コメンテーターね、完全にテレビ屋の一コメンテーターと全く同じですよね、これじゃあね。だってもうだってこういう態度だったらさ、もうそもそもこの人がもう無駄じゃん。ね、そういう格好ですよね。あれ、なんかそういえば無駄が何よりお嫌いな方でしたっけ、橋本さん自身がね。まあでもなんか、まあ安倍さんがっていう部分についてはちょっとね、わからんでもないですけども、な、最初から最後まで安倍さんの思い通りだったと言われれば、もうあるいはそう言えなくもないのかなっていうね、まあそんな気がしましたけれどもね、それはそれですよ。なんていうのかな、この橋本さんに限った話じゃないですけど、なんか自分の思い通りにならない結果を突きつけられるとさ、ね、現状を突きつけられた途端にね、無駄だっていう人間、これは政界だけじゃなくてね、この広くね、この社会全般一般論としてね、そういうことを言い出す人間ってまず信用できないですよね。面白くねえからって、いやこんなのは無駄だとかね、ちゃぶ台蹴飛ばすのと一緒じゃん。まあでもあれか、所詮この人の今の立場ってね、コメンテーター&弁護士ですからね。まあこんな感じでもね、務まっちゃうんだから、まあ言っちゃいいし、しゃあないっちゃしゃあないのかな。なんだろう、もうこの日曜報道プライムとかね、引退してもらった方がいいんじゃないですかね。元々のファンの人もね、なんかあんまりよく思ってないんでしょね。まあそれはいいんですけどもね、無駄というのがまあ合理主義の考え方って言っていいのかなね。無駄ではないと考えるのがどっちかって言って保守の人たちの考え方ですかね。まあ目に見えるものね、勝ち負け以外のこの戦いのこの経験と得られたものの価値がわからないのが多分こういう人たち、合理主義者って言われるような人たちかな。まあいわゆる合理主義者の人たちはね、まあ冷や飯食っといた方がいいんじゃないですかね。なんていうかほらね、我々一般日本国国民にとってもこの総裁選って結構いろいろ見て、なんだろう、この得られるものってあったと思うんですよね。結構誰が、どこの誰が何を考えてるのかってだいぶ明らかになりましたよね。特に河野さん。ね、まあだからあれでしょうね、この橋本さんは橋本さんで、この一生懸命やたらとこの高市さんに粘着して叩きつけ、高市叩きに明け暮れていたのは、まあやっぱそういうことですよね。まあ納得しましたよ。まあなんだろうね、要はまあなんかこの大陸スポークスマンとしてね、このメディアに出続けるね、まあそういうこう腹くくったんじゃないですか。そういう覚悟のね、現れか。そういう意味じゃそう考えると納得ですもんね。まあ結局ね、かつての橋本さんはもういないとね、テレビ局の意向に沿ったね、大陸の意向に沿った一コメンテーターになり下がったってことですかね。まあわかんない、もともとその程度だったってまあ見抜いていた人もどうもいたみたいですけどもね。まあそんな人、そんなやつっていうことでいいんじゃないでしょうかね。だからそんな予想外でもなかったですよね、我々一般日本国民にとってはね。え、まさか橋本さん本気でね、河野さんがねぶっちぎりで勝つなんて思ってたんすか。何を根拠に、小石川連合っすよ。ということでね、まあ結局やっぱり見る目がなかったのかね、っていうじゃなかったらやっぱり大陸忖度ですよね。ということで、とりあえずね、高市さんお疲れ様でした。っていうかまあ終わりじゃないですけどね、次ぜひ頑張っていただきたいです。あ、その前に政調会長でしたかね。まあ引き続き我々日本国民はね、ほとんど多くの人がね応援し続けると思いますんでね、とりあえずは一旦なんかこうね、ちょっと英気を養っていただいてね、ぜひ頑張っていただきたいですよね、岸田政権でもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。
パイン長です。さてと、じゃあまず最初この動画ではね、この自民党とこの公明党のこのね、18歳以下への10万円、一律 この給付金の話ですよね。これのこのやり取りというかね、まあこれまとまってないんですけども、これニュース見られましたかね。自民党はまあ高市政調会長ですけどもね、この公明党が主張する18歳以下の子供への、10万円一律給付について自民党の公約とは内容が異なるとね、自民党の公約とは全く内容が違うということで、まあ断固この18歳以下のこの10万円一律給付を高市政調会長が容認しない意向を表明して、まあ自民党のこのね公約をね、守ると宣言したわけですよね。でまあ公明党と折り合いがつかなくて、この18歳以下のこの給付金問題で自民党と公明党のこの折り合いがつかず、これ幹事長同士で会談もしたんですけども、まあこれ茂木幹事長ですよね。結局無駄足に終わってしまって、まあいわゆるこの平行線ってやつですよね。でね、例えばこれに関してこの橋本徹さんはこんな風におっしゃってて、元大阪府知事で、弁護士の、橋本徹氏が、まあ、要はもう結論から言っちゃうと、もう天下の愚策だと、もう愚の骨頂だと、ありえんと、これあの18歳以下に、一律10万円給付についてですよ。でまあこれ目覚まし8に生出演したそうで、その時にね、番組で政府が新型コロナウイルス支援対策として18歳以下に一律10万円給付が検討されていることを報じ、でこの政策に、まあこの MC の矢原さんがね、所得制限がないとなると、僕は18歳以下の子供6人いて、そうなんだ、60万円もらえるんですけどと述べて、橋本さんに意見、まあ、橋本さんに話を振るんですね。でそれで橋本さんが、僕んとこは4人だから40万、だから2人で100万ですよと、まあ要はこの矢原さんと100万円支給されることを指摘して、これはどう考えてもおかしいでしょと、これは天下の愚策だと思いますよと苦言を呈し、ちょっと公明党さんにはしっかり考えてもらいたいし、自民党は自民党で頑張ってもらいたい、野党も頑張ってもらいたいんですけれどもと続けたそうで、で、お金を給付することの目的が、今のこの状況で困窮してる人たちへのこの救済目的、困窮者救済目的だったら分かりますとした上で、経済対策だったらもっと幅広く全国民対象にやらないといけない、少子化対策ということだったら10万円給付ではなく中長期的に違う政策をやらないといけない、ここでやる目的は本来だったら困窮者救済目的ですよと、別の目的で税金を使うべきと主張、いずれにせよ困窮者救済目的なら分かるけど、なぜ18歳以下の子供のところに所得制限なしなのかと改めて疑問を口にし、納税者としてこんなお金の使い方をされるのは、本当に腹立たしいですねとコメントして、まあこの部分に関しては僕もね、あの同意ですかね。でね、じゃあその公明の山口代表は何つってるかっていうと、ちょっとこれが何だろうな、大学生はバイトできるし、高校生もバイトできますよね、別に中卒だろうがバイトしようと思えばできますよね、奨学金も利用できる、奨学金は別に借金ですけどね、高校生以下とは違うと、まあこの18歳以下10万円一律給付の、まあ、意義、正当性をね、強調したつもりらしいんですけど、これで、でまあもう多分ね、まあこの公明党のね、この正体というか、どういう人たちがどういうつもりで、どんな活動をしている人たちかっていうのを知ってる人はね、もうすぐ答えね、分かったと思いますけど、これね、実はこの話ね、もうわざわざこのね、ヒントどころかもう答えをねなんだやっぱりここでも自らバラしていくスタイルかよって思ってて笑っちゃいましたけども、これ中国メディアがね、この件についてね、こんなことを報じてる、中国メディアが言ってるんですよ。日本の18歳以下自立10万円、在日、要は日本にいる中国人にメリットがある、源泉は日本の税金、外国人もこのお金をしっかり使わなければならない、わかりやす、そのまんまですね。これ何言ってるかっていうとね、これ中国人、日本に暮らす中国人のためにね、公明党はこれをご利用しようとしてるんです。日本政府の18歳以下に一律10万円、在日中国社会には間違いなくメリットがあると、中国メディアがもう言っちゃうんですよね。それはあるでしょうよ。2021年11月5日、日本の、なんだろう、日本華僑っていう中国系、日本の中国系メディアっていうことかな。日本政府が進めようとしている18歳以下に一律10万円の給付金政策が日本の世論で大きな議論を引き起こしていることを報じている。で、記事では日本政府0歳から18歳に一律10万円を給付する政策の実施を検討し進めていることを紹介。この政策は先日の衆院選期間中、与党公明党が選挙公約として掲げていたもので、岸田首相もこの公約を支持する姿勢を示していたとして、
そうだったっけ。衆院選の与党勝利によって公約の実現に向けて動き出していることを伝えた。記事では反対の声と同時に、子育て世代は実際に多くの困難に直面していて、10万円の給付金は家庭に安心をもたらすといった賛成の声も見られると説明。またここから大事なんですけども、社会的マイノリティであり子育て世帯が多い在日中国人社会にとって今回の給付金政策は間違いなくメリットになるものであり歓迎の声が出ているとし、ある在日中国人の話として、10万円の給付金は日本の税金を源泉とするもの、外国人もこのお金を真面目にしっかり使わなければならない。コロナがいつか過去のものになり、暮らしがどんどん良くなることを信じていると。外国籍の家庭に与える必要がありますかね。だってさ、ねえ、その在留許可の条件にさ、独立して生計を立てられることあったはずですよね。なんで日本のこのね、制度、税金、ゆすってたかるつもりなんですかね。いやもうこれは確実にこれ公明党切ってかないとダメでしょう。ねえ、だって日本政府のこの18歳以下の一律10万円在日中国人社会には間違いなくメリットって中国メディアが言ってますけども、子育て世代の在日中国人にも給付されるって喜んでるけど、これいつの間に外国人にも支給する話になってるんですかね。給付されない日本人がいるのに外国人に支給するなんて許されるんでしょうかね。やっぱりこれあれだね、公明のね、この在日外国人のためのばらまきが、これこそがもう日本の方に向いていないっていうのがもうまさにこれね、よくわかりますよね、この一件だけ見てもね。いやーひどい話ですよね。いやこれはもう絶対ね、日本国民ね、これもう有権者に限った話じゃなくて我々日本国民とっちゃとんでもない話なんで、絶対に許したらダメですね。これはもしかしたら、あるいはね、これ自民党のこの高市政調会長がね、断固認めるわけにはいかないとおっしゃってましたけど、これも公明党そろそろ切り離す、公明党とは手を切るフラグか何かかな。まあ要はもうそろそろお前らいい加減にしろよって言っている、そういう意味にも取れますけどもね。ただまあ選挙の件とかでね考えると、結局はこれ公明寄りに落ち着くかもしれないんですけども、いやこれはどう考えてもね、認めさせるわけにはいかないと思いますけども、まあ、なんかこう18歳以下でなんかこの所得制限をね、設ける方向でなんかね話が転がり出してるっぽいんですけども、いやそんなことしたところでね、日本国民からね突き上げというか文句は絶対に出ますし、これもともと声でかくね上げてかないとダメですよね。違いますからね、日本国民の例えば18歳以下のっていうことを考えてませんから、公明党さんはね。日本で暮らす外国人のためのばらまきです、そのためですからね。いやこれはもう絶対やらせたらダメですね。何ですかこのど厚かましい考え方は。なんで日本に暮らしてるっつうだけで自分たちも当然支給対象に該当するなんて考えられるのか、そっからもう意味がわかんないですよね。ただ前回の給付金も受け取ってますからね、当然今回ももらえると誰もが思ってると思うんで、でね、支給してもらえなかったらもらえなかったで差別だなんだって騒ぐんでしょ。とんでもねえやつらだな。ご存知の通り公明党はもうガチでゴリゴリのね、もう親中派どころじゃないですよね。もうそのまんま、大陸のサテライト党ですかっていうぐらいのもんですから。いやもうこれは絶対認めたらダメですね。公明のね、大陸の公約になんで我々日本国民が従わなきゃいった話なんで、いやこれは絶対認めたらダメですね。いやこれでちょっとでもね、公明寄りでね、なんか落としどころじゃないですけどね、なんかこう自民党が折れるようだったら、これはもう自民党へもね、何やってくれてんだよと、だからむしろこれをいい機会にして切り離せっていう話をどんどん言ってかないとダメですよね。いや予想通りというかね、相変わらずというかね、いや堂々とこんなことやってくれるなんていい度胸だな、ほんとあいつらは。いやもうこれは徹底的にね叩いていかないとダメでしょう。とんでもない話ですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。なんとなくカパーチェ袋、カッパ延長ですね。さて、じゃあ次ね、こちらで最後のお話なんですけどね、アメリカの方がね、俺も日本に戻りたいよなぁと、嘆いているそうで、これ何かというと、日本にいらっしゃるあるアメリカの人がね、まあ嘆いている、要は日本から見たアメリカの今の様子をね、まあ惨状に映ってると、今のアメリカの惨状で思わずこういうことをこぼしてしまった。そういう話が大話題になってるんですよね。ちょっと内容見ていきましょうか。今年の11月3日
日に行われるアメリカ大統領選挙を前に、新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大、あとはその警官隊と市民の対立とかね、差別問題、まあ、暴動、まあ、社会の分断など、まあ、他にもいろいろ問題があって、でそれに揺れる。でそのような中でこう日本に暮らすお兄さんを持っているとあるアメリカ人女性の投稿が、まあ、かなり大反響で、話題になったと。昨日の夜、現在日本で暮らしている兄と、今アメリカ各地で起きている出来事について話しました。その時彼はこう言ったんです。日本からアメリカという国を眺めているとまるで社会が崩壊しているかのように見えるんだ。まあ言うまでもなく、あくまでもこれは個人のね、この女性の個人的な見解ですよね。ただ日本在住のアメリカの人を中心に賛同の声がねすごい寄せられていると。中でも特にこう目立ったのはその安定したアメリカと比べて安定した日本の社会、比べるともうその差をね痛感せざるを得ないっていうそういう声が多かったっていうことなんですよね。じゃあちょっと見ていきましょうか。だから俺は日本での暮らしを完璧に気に入っているしアメリカから戻る気なんてさらさらないんだと。で次の人が、私は今沖縄で暮らしてるんだけど日本にいるとやっぱり同じような印象を抱いちゃうよねとか、札幌に引っ越してかれこれ10年余り、アメリカの政治や社会問題にはうんざりしていた、たまにサンドイッチが恋しくなり帰りたくなかったこともあるけれど今はもう日本から離れる気は全くないな。でそれに対してどうやって日本に引っ越したの？労働ビザ？カナダの社会もかなりまずいことになってきてるから僕も日本に引っ越そうかと考えてるんだ。カナダの人がそう言ってるんですね。え？カナダってだってね世界一安心安全あれ？なんかのランキングでね必ずベスト3とか5とかに入ってた国でしたよね。あれ違ったかな。なんかそんなのあったと思うんですけどね。まあ場所によるのかな。そもそもそのランキングはあまり当てにならないのかな。わかりませんけど。でさらにそれに対して続けて、引っ越す前に2回日本に行ったことがあって、そのうちの1回は1ヶ月滞在した。その時は観光ビザだったけど、英語を教える仕事について労働ビザに変更。普通はまず仕事を決めるべきなんだけど、とにかく札幌に住みたかったんだ。君の幸運祈ってるよ。日本の中でも札幌がいいんですね。まあカナダの人にとってはカナダ寒いし、北海道も寒いし、ちょっと微妙に違うか。で、次の人、今の混乱は左派マルクス主義者が求めてるものだ。一度この国を破壊して灰の中から再建しようとしてるんだよ。でそれに対して灰にしちゃったらそれこそ終わりだと思うんだけどなとか、私は今のアメリカの状況が本当に怖いし悲しい、アメリカの人にもそう映るんでしょ。俺も前日本で暮らしてたけど本当に平和な国だった。日本に戻りたい理由はたくさんあるけど治安の良さはそのうちの一つだね。で、次の人が、今アメリカで起きてることはローマ帝国の崩壊の時と同じだよ。なんか前もそんな意見見たな。で、次の人、そんな風に感じるんだ。でも日本も他人事じゃないからね。あと15年以内にガンダム市民戦争を勃発するんだから。なんか アニメ見すぎかなこの人。たまにいますよねなんかそういう人ね。で、次の人、日本にいる親戚に会うため妻が日本に行ってるんだが、彼女もあなたのお兄さんと同じことを口にしてたよ。でも日本のメディアはアメリカの悪いニュースを大げさに伝えることが多い。アメリカのカオス的な状況を見せることで日本の治安の良さや安定感を強調したいのかな。残念ながら日本のメディアはね、日本国民のためになる情報をどこも流してないんで。で、このデンマーク人の僕から見てもそうだよ。昔はいつかアメリカに行って住みたいと思ってたけど、今となってはそんなことはとても考えられない。なんか全ての人がお互いを憎んでるように見えるんだ。見えますね。一部だと思いたいですけど。僕も今日本で暮らしてるけど、こっちにいるとやっぱり同じような考え持つよねとか、アメリカを破壊してこの国の言論の自由を奪おうとしているこっちの左派たちに日本が反撃してくれないかな。アニメや漫画の自由も奪われかねないんだから、とにかく日本には強くあってほしい。で次の人が、その通り、自分は長年沖縄で暮らしてたけど、今のメリーランドの暮らしはいろんな意味で左遷みたいなもんだよ。日本には立ち寄ると危険な地域なんてないし、家族を連れてどこにでも行けるからね。まあほぼほぼそうかな。でそれに対して、そして絶対沖縄の方がレーシストも少ない。アメリカの人にと、どうでしたっけ。で次の人が、完全に反乱だよねって言っても実際に活動してるのは全人口の 5% くらいだが。で今度カナダの人、心配するな、カナダも君たちと一緒に落ちていくから。でそれに対して、いや逆に心配になるようなこと言わないでくれたまえ。で、次の人が、俺たちは日本に移住するしかないな。こういう話を聞くと本当にそう思う。移住。でそれに対して、最終的にアメリカの悪い部分を日本に持ち込むことになるじゃないか。そしたら偉大な国を破壊することになるぞ。でさらに続けて、日本の移民政策は厳しいよ。グッドラック。で次の人、俺も完全に同意見だ。日本からアメリカを見ると社会が崩壊しているかのように思える。で次の人、まあ中から見ても崩壊しているように感じるくらいだから余計ね。で、もともとアメリカ社会は壊れてたんじゃないの。その傾向が最近になって顕著に現れてきただけで、ますます加速しているだけだよとか、トランプさんが選ばれた時点で分かってたことじゃん、笑とか、お兄さんが政治にすご
興味がある人だからとかじゃなくて、一般の日本人も同じように考えてるのかなとか、都市部はカオスだろうけど田舎はいつも通り落ち着いてるよ。で次の人が、あなたのお兄さんは日本にいた方、間違いなく安全だよ、日本はワンダフルな国、俺も日本に戻りたいよ、実際にアメリカの状況はそんなに悪いのかな、それとも大統領選の年に現職の政治家を引きずり下ろすために活動家やメディアが異常な事態を煽っているだけなのか、それを見分けるのが難しいな。でそれに対して、よく言ったトランプ大統領を追い出すためだけの動きだったとしても、今では完全にコントロール不能になってきてるよね、俺もお金があれば国払えるんだけど、で、全ての帝国が経験した最後の日々を見ているみたいだ、この状況は本当に恐ろしいよ、僕も日本在住で彼と同じように感じている、どうしてもわざわざ安全な日本から離れたいと誰が思うかな、日本では国民が正しく秩序ある社会を強く求めてるんだ、そういった彼らの意識には本当に驚かざるを得ないよと、まあまだ続くんですけどね、この辺にしときましょうか。まあアメリカ合衆国っていうぐらいですから、いろんな国地域からいろんな人が来てますんで、文字通りいろんな勢力が入り込んで工作してるんだろうなとは思いますけどもね。とりあえずなんかコロナパーティー開催してた人がね亡くなったとか、そういうニュース見るともうちょっと落ち着いてね行動してほしいですよね。このままじゃさすがにやばいと思いますよ。もうアメリカのニュースを大げさに伝えてるって言ってましたけど、アメリカのニュースに関してはあえて日本人に大げさに伝える意味はないと思うんで、ほぼほぼ事実そのままだと思いますけどもね。あと治安の話をしてる人もいましたけどね、アメリカだって基本まだガン社会じゃないですか、銃ね。でそれがあるアメリカとない日本とじゃなんか協調も何もないと思いますけどもね、雲泥の差があるでしょ。まあ日本はまずコロナ、まあアメリカはそのコロナとデモというか、まあ暴動ですかね、お互いに早く落ち着く日が来るといいですよね。さてじゃあ宿題の確認がまだでしたかね。帰国して日本が好きだと感じた出来事ですかね、やっぱり日本がいいなと感じたその瞬間についてですよね。今日もねたくさんの人にお答えいただきましてありがとうございました。じゃあ行きましょう。解体や禁止トイレです。日本のトイレは素晴らしい。次がケロクラブハウスさん、大学2年からアメリカで、まああまり真面目な学生じゃなくバイト三昧、やっぱ日本語で考えて英語に話し訳している英語に訳し話しているようじゃ気持ちが伝わらないし入らない、やっぱ日本人は日本非いずる国守らなきゃ。なるほど。路地裏の中年、隣の国にしか行ったことがないので、薄暗い空、ロッテワールド、カジノ、焼肉、日本でいいわと思いました。なるほど。猫先生さん、海外のラーメン屋行って食べて日本に帰ってラーメン屋に行って食べたと。フリボーさん、30年ほど前だけど美容院に行った時、ニューヨークの1、受付した人、シャンプーした人、カットした人、パーマ手伝った人、次々とチップを出すことになるから日本の料金の倍ほどになった覚えがあります。それぞれにチップ渡すのだる。あ、向こうからしたらこれ当たり前なのかな。それはなんか面倒ですね。もったいないっていうのも面倒ですよ。2、信用を受けない自販機だらけだった。街中にはなくてホテル内とかにあった自販機買おうと思ったらあまりに原始的なので驚いた。しかも商品出てこなかったし。で、よくゲーム中に出てくる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 って回ってカタンって落ちて途中で引っかかっちゃうような、ああいうやつのことかな。よくほらアメリカ映画とかドラマとかでガーンとかぶん殴ってガサガサガサって落として勝手に食べちゃうやつでしょ。で3番が具の多いのがサービスと思っていたらしく、デリでツナサンド頼んだらてんこ盛りにされて味が濃くてほじくり出してから食べた。なるほど。レディーファーストの国でびっくりされた、扉を開けて自分が男が先に通過し、その後奥様が通った。後ろにいたアメリカ人に目ひんむいた顔されたのが衝撃的だった。自分は先導して安全を確認する意味で先に通るが、先に女性を通すのが常識のようで口までアングリされました。日本ではどちらもありだと思いますが、多様性を認めてくれる日本人でよかった。余談ですが道路を歩くときは車道側をちゃんと歩きますよ。山倉龍之介さん、蛇口をひねれば透明で飲める水が出てくること、海外に行ったら生水は飲んでいけないということは分かっていたんですが、初めて海外旅行に行ってホテルで蛇口ひねって出てきた水の色に驚きました。ロンドンでは緑色のお湯がバスタブを満たし、入浴剤を使った風呂に入っているような気分になりました。モスクワでは茶色のお湯に入浴し、友人はディナーに出たスモモジュースのに色も香りも似ていると騒いでましたが、さすがに味見はしなかったようです。その友人もレニングラードの麦茶を煮詰めたようなお湯にげんなりした様子で黙ってシャワーを浴びてました。こうした中で飲料水は当然市販されているミネラルということになりますが、自分が旅行した旧ソビエトの自販機はお金をけちるとただの炭酸水が出てきて、これがまずすぎる。まと
ともにお金を払えばこれにオレンジの味がついてファンタオレンジそっくりになるんですが、オレンジ抜きのファンタオレンジなんてごめんこうむるでした。こうした旅先の不自由ももちろんいい思い出ですが、蛇口をひねれば透明で飲める水が出てくる日本のことをつくづくありがたいなと思います。なるほどね、桜パパさん、わびさびのわびを感じる瞬間、わびさびのわびで武士道を書かれた二戸稲造さんの解説書の中に、サビとは個人の中にあるネガティブな孤独感で、誰もいない中一人でいるとき寂しいと感じる感覚は世界中どの民族も同じですが、日本のサビには誰もいなくて寂しいときでも神または仏、あるいはご先祖様が身近にいるという感覚を見出す力を持っているとのことでした。わびとは物または現象が儚く感じる感覚で、仏教の諸行無常とほぼ同じですが、仏教国は数あれどわびを感じる感覚を肌で感じることができるのは日本とわずかな民族だけだそうです。具体的には、去年は海外で年末年始を迎え、去年は日本で年末年始を迎えたとします。前年は海外で、3,2,1 ハッピーニューイヤーキャホーとカウントダウンで新年を迎え、外では打ち上げ花火、中ではクラッカーで大騒ぎのパーティーでした。明るく愉快なのはいいんですが、日本らしくない。最近では渋谷などで同じようにバカ騒ぎしてますがと思います。日本に帰ってきた今年は年越しそばを食べて、行く年来る年が始まる頃、家族連れで歩いて20分くらいの神社に初詣、深々と静かな暗闇を歩いていると、遠くからゴーンと寺の鐘の音、これです。わびしい、この感覚がわかりますか。上野公園で酒飲みながら桜の花見、わびしさが乏しい、人の少ない桜がある公園で桜が散る瞬間を見る、わびしい、私の言いたいことがわかりますか。皆さんもわびしさを感じてもらうため、園長先生一つお願いがあるんですが、実践してもらえないでしょうか。それは3秒ほど無言の後にパフパフと2回鳴らしてもらいたいんです。断ると断ってもらっても OK です。私の説明でわかる方はわかるでしょうから、もし実践してもらえるなら実践した後に次を読んでください。パフパフとね、わびしいでしょう。無音の静けさの中にパフパフ、本当にわびしいですよね。園長先生悲しいでしょう。さて次、アロハさん。ほとんどの分野で、比較論で日本は優れている、恵まれていると思います。その中では水回りが一番大事で安心できます。仕事で行ってもプライベートで行っても、ホテルであろうが会社であろうが、ましてやレストランではまず最初に確認するのはトイレ、トイレがまともかどうか、綺麗かどうかが一番大事。そうでない場合はリラックスして過ごすことはできません。何回もえらい目に遭っているからだそうです。泉さん、学生時代1ヶ月ワシントン州にあるタコマというところにある学校に短期留学で行ったことがあります。平日は学校の寮に泊まり、週末はホストファミリーの家にそれぞれ2人ずつホームステイさせてもらいました。私がお世話になったお宅はその町から橋を渡ったフォックスアイランドという島でゲストハウスを営んでいるお家でした。なので私と一緒にホームステイした友達は庭のキャンピングカーで寝泊まりしました。タコマはとても静かな環境のいいとこだったんですが、私が辛かったのは寮の食堂のメニューにお米が出なかった。お米好きな私には本当に辛い日々でした。特に朝食のメニューに今、時の芸人さんのネタじゃないですけど、コーンフレークが出てくる日は朝からブルーでした。味も日本のものとは全然違って、朝の寝ぼけた状態でもごまかせないものでした。学校の近くのスーパーでカップラー買ったんですが、これもまた日本のものとは違いました。日本の味が恋しく母に頼んで、せんべいやカップラーメンを送ってもらいました。送ってくれたごませんべいは本当に美味しかったです。ホームステイ最後の夜、今までのお礼をするために日本から持ち込んだカレー粉を使ってカレーライスを作りました。するとそこの奥さんがお米を買っておいてくれて、ご飯を炊いてくれました。すごく嬉しかったんですが、水の量を間違えたみたいで、炊き上がったご飯は途方な感じでしたが、その気持ちがとても嬉しかったです。で、その日の夜だけはおしゃれなゲストルームに泊めてもらいました。たった一月のお付き合いでしたが、アメリカのダディ、マミーっていう感じで、とてもいい時間を過ごさせていただきました。日本に帰ってきてから毎年クリスマスになると手紙と写真とプレゼントを送ってきてくれました。何年か経った後、日本にも遊びに来てくれて、浅草を案内したり、うちにまで遊びに来てくれて、とてもいい思い出になっています。やはり食べ物は日本のものが最高だなと思います。そうですね。立花さん、夜買い物に出かけたら学生割引と言われたことです。40過ぎてるわと心の中で叫びました。わかりません。シンさん、旅行で立ち寄ったロンドン、当時ピカデリーサーカスで宿も取り、いろいろと観光しましたが、いざ食事の段となり食べ物屋さんを物色しました。その時目に飛び込んできたのはジャパンセンターというお店。ここでは日本定番の定食メニューや週刊漫画なども売ってました。現地の食事より唐揚げ定食がいいと思った瞬間、やっぱり日本が好きだと思いました。実際唐揚げ定食は美味しかったです。豚のブースさんとウォシュレット、海外では日本ほど普及してませんからとても困ります。アドーマに、30
30年ほど前、バブル真っ盛りの頃、当時勤めていた会社では毎年海外旅行がありました。大概東南アジア方面が多く、高級腕時計はつけていくな、手首ごと持ってかれると言われてました。今はどうか分かりませんが、やはり日本って治安がいいだなとつくづく感じました。プリシュラスさん、使いたい量の適温の水またはお湯が出てきてくれる水道と温かいお風呂。今まで行った場所は大抵水にシビアで、シャワーは10分ねはまだいい方で、午前中3時間しか水が出てくれない水道、シャワーという場所もありました。出てくるのも冷たい水のみ。水が出るだけありがたく、ある時は1週間ほど全く水が蛇口から出てこなくて、溜めた水で皿洗ったりトイレの水流したり、水洗のトイレはここには絶対に向かないと思ってました。シャワーはもうお湯が出てきてくれる方ラッキーで、大抵はぬるめの水でした。怖かったのはシャワーのヘッドの真上に電気のブレーカーがある家に住んでいた時です。いつ感電してもおかしくないよね、と思いつつシャワーを浴びてました。時々バチバチって音がする時があって怖かったです。日本の水回りは最高です。とめぐみこさん、やはり治安です。パリでの出来事ですが、到着した日早めの夕食をとお目当てのムール街か。ムール街のお店に行き、席はテラス席。で仲間7人テーブル合わせて座りました。みんな疲れもあり、ムール街たらふく食べ、ビールも適度にいただきくつろいでました。そこへまだ若いというか子供だったと思います。男の子が私たちのテーブルの周りをうろうろ、テーブルの上に置かれていたスマホを取ろうとさ体を入れ手が出てきたのです。すかさずその手を払いのけて間一髪未遂に終わりましたが、びっくりです。時差ボケと適度な用意、満腹でぼーっとしてたその隙だったんですが、取られずに済みました。ここは日本ではない外国だったと酔いも眠気もすっといました。旅の始まりの出来事でした。なるほどね。で、マロママさん、海外に行くときは自分の好きな国に行くので、日本と比べても比べなくても好きなので不満はありません。ただあるとすれば、海外へ行くと必ず便秘になります。朝からバイキングで野菜たくさん食べても水分とっても全然ダメで、すごく歩く、し便秘になるはずがないのに、一度4日ほどなくて困っていたところ、朝食のレストランでオリーブ油とバラサラダをたっぷりかけて野菜を食べたら、なんとその日はバスに乗って移動する日で、3時間トイレを我慢しなくてはならず死の思いをしました。バスのトイレを貸してほしいと添乗員さんに頼んだら、このバスのトイレは小さいので使えません、飾りですって貸していただけませんでした。日本の高速バスなどはちゃんとしたトイレついてますけど、まだまだ外国ではトイレ事情は悪いですね。宿ドライブインのトイレ利用して事なきを得ましたが、トイレに行く前に小銭をいろいろ用意して手に握りしめて走りました。トイレはその場所により金額が違います。あの時は本当につらかった。やはり日本が一番だなって思った瞬間でした。以上、たくさんの方にねお答えいただきまして本当にありがとうございました。さて、じゃあ宿題の方ですか。何しましょうかね。今日何見ましたっけ。パンで挟んでとか、なんだろう、日本のパン屋さんの話か、そういうことだったのかっていう、うがいのマシンか、あとはなんかそれぞれの観光地の写真を見て感動してる、そんな感じですよね。あとバイク、スーパーカブの話、まあ日本に戻りたいみたいな、なるほどね。何がいいかな。せっかくパンの話がね2つだったんで、とあなたがよくやるパンの食べ方、別に食パンに限らなくていい、何でもいいですけど、でもこれ実は同じようにそういう食べ方してる人ってちょっと少ないんじゃないかなみたいな。だから変なというか変わったというか、まああなたのオリジナルでも何でもいいんですけどね、あなたのこのパンの食べ方、美味しい食べ方にしときましょうか、一応ね、あなたがお気に入りのパンの食べ方、まあできればね、なんかそう、あなた以外の人が聞いたら、え、何それ、聞いたことないんだけどっていう方が面白いですよね。なかなかないか。どうでしょうね、女性の方がパン食べる人多そうな勝手な想像ですけど、あ、でもなんかパン食べたいな買いに行くのもだるいしな、大変ですね、ということでね、あなたのお気に入りおすすめの、ね、あるいは変わっ、さすがにこんな食べ方してる人いないだろうみたいな、何でもいいんですけどね、あなたのお気に入りのパンの食べ方ね、それにしましょうか、宿題ね、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日。はい、カバーチャブルカッパ園長です。さてと、じゃあ今度はね、ある海外の話題というか、なんだろうな、このオンライン上、ネット上ですよね。SNS とかさ、ネット上で、まあなんか、この嘘、デタラメに基づく、なんかの間違った認識っていうのかな。で、日本叩きをしている外国人は何なのか。まあ日本人の方がなんかそういうね、疑問を投げかけた。ね、それがなんか海外で話題になっていた。そういうお話ですかね。まあだから要はあれですよ、ね、世界中で、ね、海外で、世界中で、で、
この日本叩きをね展開中の人たちの正体が判明したっていう、そういうことですかね。うん、これはもう我々はもう知ってた案件ですよね。うん、あの国とあの国とあの国の人間に決まってるじゃないですか。ね、だからまあなんだろう、まあちょっといいや、最初このね疑問を投げかけた、何なんだと、この人たち一体何なんだっていうことを言った日本の人のコメントから見ていきましょうかね。まあ最初の日本人の人がねこんなこと言ってるんです。自分は外国に住んでいる日本人だが、一つ驚くのは日本に関する英語のサイト、まあここで出てくるのがなんかジャパンタイムズって言っちゃってるからね。うん、選択がもうあんまよろしくないな。そういう媒体だからね。であとツイッターとか他にもコメント欄を覗くとね、なんでコメント欄なんか覗いちゃったんですかね。トップに大量に反日コメントがあったと。自分は今みんなが住んでる国についてあれこれ文句言う権利を否定するつもりはないけれど、これはそれ以上の何かだと思うと、明確な方法を丁寧に訂正しようとすると、お前は移民よりも自分の方が優れてると思っているレーシストだとか言われたよ。これらの人々はただ悪意を持って叩いているだけのように思える。そうですよ。そういうの知らない人もやっぱり世の中にはいるんですかね。うん、自分の生活に満足している人間であればこういった不平不満は言わないと思うが、一体これらの人々は何なのだろうか。自分が個人的に知っている日本にいる外国人にはこういう人はいないと思う。で、自分たちは彼らから自分は白人だ、自分は好きなことを何でも言うことができる、アジア人が口答えするなみたいな印象を受けた。もしそんなに日本にいて不幸ならもっと幸せになれる場所に住むべきだと思う。日本にいて不幸ならもっと幸せ、これだって日本国内の日本での話じゃないでしょ。外国に住んでる日本人って言ってるからね。なんか言ってる意味がよくわかんないな。で、なのに彼らはそうしない、なぜなら日本での生活はいいことを知っているからだ。これ舞台やっぱ日本の外国人の話をしてんのこの人。なんかわかりにくいな。彼らはただ不幸で別に無理に関わる必要がない人々に対して文句を言っている。みんなはどう思うかな。英語の日本に関するソースアカウントがヘイトでいっぱいなのは残念なんだけどって言ってるんですよね。何が言いたいのかいまいちわかりにくいなこの人。本当に日本国民か。でまあこれに対して世界の海外の反応が、最初の人が、最初の間違いはジャパンタイムズのコメント欄を見たことだとか、二つ目の間違いは中共や、まあお隣のこのボットの存在を知らないことだとかにあるあれですかね。彼らはいつも反日コメントしてる、とはいえ日本に大きな夢を持って移住したものの、労働環境に疲弊し、押しつぶされた外国人の怒りや悲しみを過小評価するべきではないな。ずずしいな。そういう人々は人生に苦々しさを持っているだろう。次、何でもかんでも中国やお隣のせいにするのも同じ問題だと思うとか、次の人が何を言いたいのか知らないが何にせよヘイトは正当化されない、嵐が一番の問題とか、ニュースサイトで文句言ってる人というのは少数派、最初の人が話した人はただ自分の人生に不満を持っていてそれを肯定するニュースにコメントするぐらいしかやることがない人だ、自分のアドバイスはそういった人間は無視することだ。そうかもしれないですね。で今度は次の人が激しく同意、ニュースサイトの人々は最悪な連中が集まっている、ツイッターユーザーがマシに見えてくるレベルだとか、英語の日本に関するツイッターアカウントもひどい、なぜこれがおすすめで出てくるのか理解できない、次、それは本当にそうだ、自分もおすすめをフォローして解除した、フォローの多い人の一人はただ日本に対して定期的に文句言う日本在住の外国人だった、あの人たちかな。もちろん自分にも日本文化で合わないことはあるが、そういったアカウントはまるで日本人を一般化して叩くことが目的の大きな群れのように見えた、そんなネガティブさは必要ない、次の人がおすすめのアルゴリズムとそういった悪意あるアカウントは強く同意するか反対することを望んでいる、そうすることで大きな関心を生み出して大きな部族を形成、アルゴリズムの最終目標はサイトにより多くの人間を集めることで、悪意あるなんだこれは、人間の最終目標は特定のアジェンダを推し進めること、基本的にソーシャルメディアは問題、ちょっとなんかコメントなんか言ってる意味がよくわかんねえな。まあ、要はあれですね、そんな小難しく考える必要はないですよね。例えばお隣の、バンクとかな、中国のゴモウ君がまあ仕事してる、ただそれだけじゃないですか。うん、なんかそんなああでもないこうでもない、なんかこねくり回す必要どこにあんのかなって、もう正体なんか最初から分かってるじゃないですかね。うん、世界中で広く見渡してね、反日国家ってどこかなってね、いやなんかこうね出来事、まあ出来事って言うとちょっと変ですけども、まあ外交的ななんかそういう事象ってまあ日々必ずね、どこ
の国ね、世界中で必ず起きてるじゃないですか。で、日本もそうですよね。っていう話とはまた全然別に、基本的に反日っていうね、今日は基本的に日本叩いてなんぼね、そういうスタンスを取ってる国、そういう人たちいるじゃないですか、世界に。決して多くはないですけども。ね、なんでそこに行かないのかなって。だからまあこのコメントしてた人たちもね、なんか白々しいコメントも結構多かったんで、多分ね、3分の2ぐらいカットしたんですけども。うん。違う違う違う。全然違うよ。ね。うん。要は世界中にだっているじゃないですか。ね、中国系の人、ね、お隣系の人、ね、世界中にいますよね。うん。で、なんか政府、ね、公金注入して、ね、このなんかサイバーなんちゃら施設団みたいなのまでわざわざ組織してさ、ね、それで日本をこう毎日絶賛日本を叩いて回っているっていう、そういう人たちいるじゃないですかね。うん。今さら何言ってんのかなって話ですよね。うん。で、まあ、あとタイムズについてね、突っ込み入れられてましたけども、まあ、なんだろうな。これは日本在住で日本語読めない外国人向けの、なんていうのかな、そのコメント欄。まあ書き方で明らかにね、っていうか、あからさまに日本に敵意を持っているあの国とあの国の留学生とかだなっていうのがもう丸分かりなんですよ。だからそんなもんを見てね、まあ最初の日本人の人は、まあ知らなかったのか初めて見たのか知りませんけども。いや、そんなへこむ必要どこにもないですよ。ああ、そういう奴らだもんなって。簡単簡単。だって結局ね、あの国とね、あの国の中国とお隣の、エゼのテンプレ言い回し、だからもうずっと使い回しですから、だからまあどの層、どの国、どの地域、どの層にも一定数ちょっとね常軌を逸した人たちっているんで、だからまあその人たちにね、なんか正論とか事実とかなんかそういうの投げかけたり突きつけてもね無駄なんですよ。触れるのもね、無駄、無駄どころかなんかこっちがね、なんかこうとばっちりというか、なんかいい迷惑、法則発動してね、損してもしょうがないじゃないですか。だからまあ公共の場でね、規制上げてるやつには近寄らないのと一緒ですよ。そういう扱い、そういう扱い。まあただ一つね、日本政府にはそれね、仕事してもらわないとね。だからこういう人たちがね、こう、なんていうのかな。まあこの程度のレベルの話だったらまあちょっと違いますけども。やっぱりほら、嘘はね、嘘だと。ね、そういうことではないと。真実はこうですよっていう作業はしていかないとダメですからね。一般の日本国民レベルでね、こんなもん気にしてたらしょうがないですからね。なんだろう、外国の人たちもね、このなんかバンクとかさ、ね、ゴモー君みたいな、これ、ね、こういう組織の存在って知らないわけではないと思うんだけどもな。まあだから要は、日本国民の方々はどうだろうね。結局なんか中国とかお隣のね、要は敵の人たち、ね、敵国の敵はね、我々日本国民が知らないところで、英語を使って反日を広めてるっていう、そういう作業をしてますからね。だから誰もね、英語でね、訂正していかないと、知らない人はやっぱりね、世界中の人たちはそれ、信じてっちゃうわけですよね。反論がないから。だからこういう作業を日本政府はちゃんとやってほしいですよね。そうそう。だからもう中国とかね、お隣なんて、もう理由なんか関係ないんですよ。ね、真実かね、事実なのか、ね、間違ってんのか、その関係ないんで、理由がそもそもないんだから、ただ日本を叩きたいだけなんですよ。だから我々一般の日本国民レベルでなんかこう、捉え方っていうかね、まあ僕は個人的にそうなんですけども、はっきり言って、日本がね、この外国人、どこの国、地域っていうのはあえて指定しませんけども、海外の人たちにどう思われようが、ね、嫌われようがなんか何しようがどうでもよくなってきたんですよね。はっきり言って、ね、嫌うやつもいればそうでないやつもいるっていう、だって我々日本国民から見たってね、好きな国もあればそうでもない国ってあるじゃないですか。だからそれと一緒なんだろうなって、まあなんかそういうなんかこうね、ネガティブな、日本がね、こんなとんでもない国なんですよとか、日本人はこんなとんでもないやつなんですよって吹いて回っているやつら、こういうのはきっちりなんかこうね、日本政府主にね、まあ日本政府っていうと違うんですけども、まあ情報発信してくれる人がいたらそれはそれでありがたいですけどもね。まあでもどうだろうね、個人レベルでこんなもん気にしてもしょうがねえのかなっていうのがありますけどもね。まあなんか黙ってればね、真実事実が伝わるっていうのはそれは間違いですからね。黙ってたらダメなんですけども、一個人レベルでねどうこう言ってもなんかしゃあないというか、所詮あの人たちは日本人のね、我々の言うことなんか聞きゃしないですからね。まあだからなんかそのね、そうなの、なんか中国のお友達に聞いたんだけどとかさ、ね、そういう人がもし周りにいればね、いや違うよ、実はこうこうこうなんだよって、っていうことをね、してあげればいいだけじゃないですかね。ね、嫌われている。ね、あの国の人たちに嫌われているのは別に全然へでもないですけどもね。まあ、嘘は嘘。でたらめはでたらめ。訂正はね、しないとダメですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。
はい、じゃあ次行きましょう。今度はね、何日前でしたっけ？この毛利車沖でね、日本の貨物船がね、から重油が流出した事故のお話、2回ぐらいお伝えしたことあったかな。で、これね、日本の貨物船が座礁した本当の理由が明らかになって、これがまあ海外で話題になってるんです。これニュース見た方いらっしゃいますかね？Wi-Fi です。Wi-Fi。意味わかんないですよね。で、毛利車沖でね、日本の貨物船から重油が流出した事故なんですけども、まあ乗組員がこの Wi-Fi に接続するために陸に近づいたと話していることがわかりましたと。何ですかそれは。地元メディアによりますと、商船三井が運航する貨物船若潮の乗組員が、まあ当局の調べに対し座礁する直前の、先月25日夜に乗組員の誕生日のお祝いをしていたと話しているということですと。でさらに Wi-Fi に接続するために陸に近づいたと供述しているとも伝えています。こうした一連の行動が原因で貨物船が航路を外れ座礁した可能性がある、そういうことらしいんですよね。これはねひどいですね、本当だったら。で、海外の人たちの反応がこんな感じでした。誕生パーティーと Wi-Fi 接続を求めた結果座礁が起きた。で、次の人、でもどうして海事法で船上パーティー禁止にされていないの。で、それに対してアルコールなしでのパーティーだったら問題なかったのに、船はいつでも制御下にあるべき。で、次の人が、安全意識の低い自分を制御できない連中が乗船しているとこうなる。その通りだと思いますね。で、次、どうして岸にそんなに近づいたの？いや、だから、Wi-Fi だって言ってんじゃん。で、それに対して悪天候のせいだよ。迂回しようとして近づいて座礁した。これニュース見てないのかな？このニュースがあって、それに対するコメントだと思ったんだけど。で、それに対して、今日の日本のニュースによると Wi-Fi 求めて近づいたらしいぞ。で、次の人、一体どうしたら Wi-Fi 求めて座礁することになる？で、次の人は、Wi-Fi ではなく携帯番号の信号のために岸に近づいたんじゃないの？次の人、時々窓から覗けばいいのに。世界のどの電子機器もこの事故を防げなかった。やっぱり基本が大事。で、次の人は、コロナのせいで船員の交代がなくて船員が疲れていたとかじゃないのかなとか、適切な分離通行方式が導入されるべき。で、日本の船だ。日本は一体どうするつもりなの。で、それに対して、いや、パナマ船籍だけど。で、次が、人間はクズ、我々は絶滅するに値に何を言ってんだか。で、我々は化石燃料の業界を破壊するべきだ、彼らは人類の敵だよとかね、人間はウイルスとかね、なんかもうわけのわかんないこと言ってる人が多いな。どうして全てが台無しにならないといけないのかみたいな。さあ、これはもうツッコミどころが結構ありましたけどもね。まずこの日本言ってる人ね、結構いるみたいなんですけども、これ船の所有者が商船三井、違うな、所有者はこの別の会社ですよね。岡山の笠岡の会社が、商船三井からすると要は用船契約、つまりチャーターしたっていうだけですよね。まあだから商船三井に何にも関係ないっていう話じゃないですよ。で、まあその商船三井で船はパナマ船籍で、乗組員がインド人、スリランカ人、フィリピン人の混成で、日本人がパーティーしてたわけじゃないんですよね。で、以下は日本語の読めないゴモとバンクが何を書くのか生温かくお楽しみくださいっていう、そんなところですね。そういうことなんですよね。で、まあ日本の船舶会社、まあ乗組員に日本人は一応いなかったらしいんですけどもね。で、日本国籍の船だと日本人乗組員が、乗務員がいないとダメだから、だからこうパナマ国籍にしてるとか、まあこの手のなんかこの、なんだろう、船のこの業界のね、話が出るたびに、まあちょいちょい出てきたんで、今更詳しい説明はしませんけども。まあでもね、あるね、どこの国とは言いませんけど、その人たちは言いますよね。日本人がいなくても非難されるのは日本人で、責任を取るもちろん日本人ですみたいなね、楽しそうですけどもね。まあ日本企業にはね、使用者責任確かにありますよね。まあ船籍を移して船員は外国人、外注して丸投げしただけだから、知らない、これは確かに通用しないです。まあ金だけ出して現場の上前跳ねるだけの簡単なお仕事ですっていうようなことをやってるから、こういう時しっぺ返しを食らうんだっていうのはね、あると思います。ただまあね、これは差別でもなんでもない、現状としてね、現実問題として、まあ海外の人たちってルール守らない人多すぎますよね。だからまあそういう意味ではまあ仕方なんかはないですけど、というか船に Wi-Fi ぐらいつけてあげればよかったのにね、長い船旅で暇になるだろうと。まあ日本人が船乗りになりたがる人が少ないからね、船長も船員も外国人ばかりでっていう、そういう現状もあったのかなと。そういえばなんか一時さ、この座礁の原因ね、原油流出っていうか、なんかこう座礁して原油流出、させた最初の原因はこのサルベージ受け負ったね、どうだ、オランダかどっかでしたっけ、まあ受け負った海外の会社が失敗して、それで流出させたって、そういう話があったんですけど、あれどこ行っちゃったんですかね。一応この船のなんか乗組員の構成、なんか全部で20人で、インドの人が3人、スリランカ1人、フィリピン16名、船籍はパナマ、そういう内訳らしいですけどもね。ちなみになんかね、この商船三井はフィリピン
新人が多いっていうのは、まあ結構知ってる人は知ってるみたいですよね。この業界だと有名らしいんですけども。で、まあ日本人が一人もいないことがあるのは、まあちょっと、まあレアとは言わないけど、ちょっと知らなかったらしいんですけどもね。ただまあ、なんか理由がめちゃくちゃしょうもなくてね、いかにもなんかそれっぽいっちゃそうなんですけども、日本の感覚としてはちょっとありえないですよね。誕生パーティーやってて Wi-Fi に接続したいからって、船寄せるって、ちょっと感覚的によくわかんないですよね。ただまあ、フィリピンの人たちってね、じゃあ、どうしようもないのかって、そういうわけじゃなくて、一応ね、フィリピンの人たちの名誉のために言うと、なんか基本的に専門的な教育を受けて真面目に働いてて、この世界の海運に貢献している人たちらしいですよね。まあ、たまたま僕はこれね、割とこう、初期の頃からこの話を追っかけてたからね、見ていてね、なんとなく気づくんですけど、まあ、こうね、日本の船連呼するんですよね。で、例えばこれ覚えてる人もいると思いますけど、ダイヤモンドプリンセスありましたよね。あれをアメリカの船って報道してたところってありましたっけ？ありませんよね。うん。だから、あれなんですよ。ダイヤモンドプリンセスの時はね、マスコミはクルーズ会社も船長の責任について何にも報道してなかったですよね。で、ロイターの記事によるとね、今回の、国際法上の条約に基づいて船の持ち主である長敷汽船に賠償責任があって、商船三井に責任は及ばない。で、なお賠償金は長敷汽船が入っている日本の船主組合が支払うことになっていて、10億ドル、1000億円強までカバーされるんですね。で、過去ロシアが事故った時の保証額は250億円強。で、この時よりも今回の流出量は6分の1ぐらいと見られている。まあ、ロシアの事故では船主の賠償は保険でカバー。こういう、こう、汚染に備えた国際的な基金からも支払われるから。なので、今回もそうなると見られているんですね。要はね、これ何が問題かっていうとね、普段からね、喜んで反日報道しているね、マスコミ、日本国内にも、日本国外、海外にもね、たくさんあるじゃないですか。で、彼らは必死に日本と連呼してるんですよね。だからね、その赤い国連合、レッドチームではね、ロシアが今回かなり嬉しそうに報道してましたっけね。だから中国と韓国はね、それに比べると、ほら、自分たちが過去起こした海の事故、が、方が圧倒的に多い上に、まともに解決したケースはほぼほぼないんで、蒸し返されるの嫌がって、今のところ控えめなのかな。だからね、この Wi-Fi、この Wi-Fi の話してんのって、日本の報道なんですよね。ちょっとわけわかんないことをね、日本の報道だけどうやらこの Wi-Fi 言ってるんですよね。で、NHK のニュースなんかでも、やっぱり日本人が乗った日本国籍の船がやらかした、みたいな報道のされ方してるんですよね。まあこの Wi-Fi じゃないですけど、この FAX にしても、通信衛星経由で地上波の無線ではないから、陸に近づく必要ってありましたっけ？ないと思うんですけどね。まあ日本の沿岸漁業のように、こう 3G で家族と通話でもする気だったのか。なんだろうこれ、取材に当たった日本の記者って技術関連の学習とか、なんかそういう下調べとかせずに、なんか適当にこう思いつきで報道しちゃったりするからね、余計混乱しちゃうんですよね。困るんだよな、こういうの。まあ一応現状はっきりしてることをまとめますとね、まあ心配しなくてもね、なんか対応が遅いだの、なんだの、今まで何やってんだのってこう騒ぎ始めてる人たちがね、多いんで、ね、この長敷汽船、商船三井、もうどこどの半島のある国、あの国とかね、大陸のね、あの企業とかなんかと違ってね、とんずらかましたりせず、事故当初からちゃんと対応してるんですよね。だから日本政府も海保の専門家派遣してますし、そもそもオイル流出はね、さっきも途中で言いましたけど、オランダのサルベージ会社、これのね、失敗、ミスが原因なんで。で、まあ、座礁から1週間以上経ってから起こったことなんで、三井の対応が遅いも何もないんですよね。まあ、とにかく日本の責任とか、日本がやらかしたっていう報道をやりたくてやっている人たち。さあ、どこの国のどんな人たちなのかな。まあ、もう正体はバレちゃってますけどね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、カパーチ袋カッパ炎上ですけども、今度はね、バイデン大統領のお話ですかね。なんかね、このバイデン大統領のまあ側近ですかね、バイデン政権の閣僚の方がね、まあなんかこのトランプ前大統領は正しかったことを認めてしまうって、そういうお話ですかね。どういうことなんでしょうかね。バイデン政権も、中国への強硬姿勢は正しいと、脱中国に、そういうお話ですかね。で、バイデン支持する業界は米中関係改善に期待するが、政権内には早くもうトランプ路線を踏襲する兆候が見えていると。まあ確かにね、民主党の政権奪還に貢献してくれた大口献金者に報いるべきか、それとも前任者ドナルド・トランプ路線を引き継ぐのか、そんな選択を迫られたらジョー・バイデン大統領はどう出る、答えは明白と言いたいところだが差にあらず、少なくとも外交上の最重要課題である対中政策に関して、バイデンは前任者の政策、トランプ大統領、トランプ
ランプ氏の政策を基本的に踏襲するつもりのようだ。で、新国務長官のアントニー・ブリンケンは1月行われた上院外交委員会の指名承認公聴会で、中国に対して強硬姿勢を取った点ではトランプ大統領は正しかったと考えると明言した。衝撃的な発言だが、彼はすぐにこう付け加えた。トランプが多くの分野で採用した手法には全く同意できないが、原理原則は正しかったし、我が国の外交政策に有益だったと私は考えた。この4年間でアメリカの外交政策が大きく転換したのは事実で、それを牽引したのがトランプであることもまた、1972年、リチャード・ニクソン大統領が中国との外交関係を樹立して以来、アメリカは一貫し第二次大戦後に自国の主導した国際秩序に中国を組み入れ、とにかく普通の国になってもらうことを目指してきていた。中国の最高実力者だった鄧小平が78年に中国経済の解放に舵を切ると、アメリカは中国を元国務副長官ロバート・ゼーリックの言葉を借りるなど、責任ある利害関係者としたい一心で貿易と投資を拡大してきた。そうしてロナルド・レーガンからバラク・オバマまで、歴代政権は実質的に同じ路線を歩んできた。アメリカは中国に関与する、それが基本で、その要が経済だ。そこへ登場したのがトランプ。アメリカ中西部の工業地帯が中国からの安価な輸入品によって大打撃を受けていたことも追い風となって、大統領に勝利したトランプは、中国が我が国の雇用を奪うことはもう許さないと宣言。そして外交関係者や多国籍企業の願いも虚しく、中国政府との自由貿易という現状をぶち壊し、中国からの輸入品への関税を大幅に引き上げ、中国によるアメリカハイテク産業への投資を制限し、テクノロジーズなどの中国系有力企業を国内市場だけでなく主要な同盟国の市場からも締め出そうとした。バイデンを支持する多くの業界は今、時計の針をトランプ政権前に戻したいと願っている。ウォール街もシリコンバレーもハリウッドも、拡大を続ける巨大な中国市場と縁を切りたくはない。だが現時点で彼らの祈りが通じる可能性は高くはない。かつてのソ連よりずっと難敵。ブリンケン指名承認公聴会で中国との関係を今世紀で最大の外交上の難題だと率直に認めた。ではブリンケンは、そしてバイデン政権はその難題にどう取り組んでいくつもりなのだろうか。政権内外の多くの関係者への取材で明らかになったのは、現時点では決まっていないという事実。ある国防総省高官の言葉を借りると、まだこの作業は進行中ということ。無理もないだろう。今の中国に立ち向かうことを考えれば、旧ソ連と対峙した冷戦などは楽なものだったと思える。中国の経済力は当時のソ連とは比較にならないほど巨大だし、技術力も高い。EU は昨年12月バイデン政権移行チームの制止を振り切り、中国政府との投資協定の大筋合意を取りまとめた。なぜなら中国はあと20年もすれば世界最大の経済大国になるだろうし、人工知能 AI から量子コンピュータに至るまでの主要技術セクターで世界をリードする意思を公然と表明しているからだ。一方で中国は人民解放軍の拡大現代化を進め、国防総省によればインド太平洋地域ではアメリカとほぼ拮抗するまでになっている。冷戦絶頂期のソ連に比べると中国の持つ核弾頭数ははるかに少なく、核の脅威はそれほど深刻ではないだろう。だが経済的に成功し、技術面でも優れていて、世界制覇の野心を抱いている中国はかつてのソ連以上に手強い相手だ。国防総省はすでにアメリカが軍事力で中国の後塵を排する事態を懸念している。前統合参謀本部議長のジョセフ・ダンフォードは、在任時議会で軌道修正しなければあと数年で中国に対する我が国の優位性は質的にも量的にも失われると述べた。オバマ政権で国防次官を務めたミシェル・フロノイも、アメリカ軍がまだ備えていない新しい技術や能力に多額の投資を行っていく必要があると指摘している。極超音速ミサイルに対する防衛も、もしも台湾をめぐる紛争が起きれば死活的に重要だの構築や、兵器の戦闘能力をどこまで向上させるかなど問題は多々ある。上院軍事委員会のスタッフディレクターを務めた軍事評論家クリスチャン・ブローズによれば、これからのインテリジェントマシンなどの技術を搭載した機械には、戦場での敵味方識別能力含め殺傷以外のほとんどの行為が求め、バイデン大統領自身の言を借りれば、アメリカは中国と究極の競争をするが紛争をやる必要はない。バイデンは国際社会のルールにのっとるとも述べ、トランプ流の手法からは距離を置いた。しかし新大統領はこと対中政策に関しては難しい立場にある。前政権の姿勢を原則として踏襲しつつ、選挙で支持してくれた大口献金者にも配慮しなければならない。
ならないからだと。まあこれね、ものすごいボリュームがあって、まだまだ続くんですけど、全部紹介しきれないんでね、うん、この辺にしておきますが、重要なのはこのブリンケン国務長官ですよね、が中国に対して強硬姿勢を取った点で、トランプ大統領は正しかったと言えると明言した点ですよね、うん、でまあこの4年間でアメリカの外交政策が大きく転換したのが事実で、それを牽引したのがトランプ氏であったことも事実だって言ってる点ですよね。まあほとんどの人が知ってた案件じゃないですかね、うん、まああるいはね、まあトランプさんじゃなくて、これ今更言ってもしゃあないんですけど、もしヒラリーさんが大統領だったら、まあ中国云々もそうなんですけども、思いっきり日本が叩かれてたっていうのは随分前から言われてましたもんね。確かこのブリンケン国務長官ってヒラリーさんとなんかちょっと個人的なつながりがある人でしたっけ。確かビル・クリントンさんの時の、クリントン大統領の時のスピーチライターがブリンケンさんだったかな。だからこのブリンケンさんの奥さんはヒラリーさんのスタッフ、社内結婚みたいな格好だったような気がするんですけど、まあ、それはさておき、こうなってくるとこの中共ズブズブバイデン大統領自身はもしかしたらただのお飾りになっちゃうかもしれないですよね。うん。あるいはこの民主党内のこの左派の陰謀でね、ブリンケンさんがもしくは失脚なんてことになるのかな、どうだろうな。あ、でもあれか、民主党は民主党で人材不足なんでしたっけ。だからまあこのね、バイデン大統領がまあ大統領を やり続けているみたいなね。だから現在の閣僚を失脚させる余裕は確かないっていうのが実情だったかな。うん。でもまあバイデン大統領、バイデン大統領その人を見たら場合は民主党の中だとどっちかというと右寄りの人でしたっけ。まあ中国的には話が違うみたいなことになるのかもしれないですけども。まあよくトランプさんとバイデンさんとね、どっちがどっちがどっちもどっちもみたいに比べられてきてましたけどもね、選挙の時からずっと。まあなんか日本国内だとこのバイデンさんに期待する人たち、っていうとまあ大体このね、そうだな、ざっくり反日勢の人たちとかね、が圧倒的に多かったですよね。うん、だからマスコミの人たちとかさ、うん、まあそうバイデンさんにいろいろ期待していたみたいなんですけども、まあ残念ながらというかね、このバイデンさんってやっぱトランプさんと違って職業政治家、言ってしまえばそういう人ですよね。だから、なんだ、トランプさんと比べると、この、いわゆる主義主張っていうんですかね、はもう選挙に勝つための方便っていうんですかね。うん。だから勝ってしまったら、別にそんなもんどうでもいいとまでは言わないですけども、まあ、要はその方便ですよね。って気づくべきだったと思うんですよね。うん。だからまあ、もうちょっと言い方変えると、まあ、コウモリだったり、ね、右往左往してるというか。でもどうなりますかね。まあ、対中国でしょ。まあ、口では何とでも言えますからね。ただ、対中国となるとね、口では何とでも言えるっていうところで収まらない可能性は高いですからね。ただまあ口だけ勇ましくてね、結局何もやらない戦略的忍耐パターンの可能性は高いような気がしますけども、あとはまあ中国が実際どこまで突っ込んでくるのかっていう、これ次第じゃないですかね。うん。ただまあ今回僕が注目したのは、この正しいことを正しいと認めることができる姿勢、これはすごく大切だと思うんですよね、このブリンケンさんのね。日本のほらね、左翼とかさね、あと野党の人たちってこの点がね、大きく欠けてると思いませんかね。あとはまあこれもずっと前から言われてますけど、戦争を始めるのは大体民主党ですからね。でもまあこのバイデン政権発足してからまだまだ間もないんですけど、ざっと振り返ってみても、この例えば難民問題ね、あと対中国ね、あとイランのね、中東問題なんかも全部トランプ路線踏襲してませんかね。違うのは環境云々ぐらいじゃないですか。あれ、気のせいかな。そういえばね、トランプさんの時からね、この議会主導で反中国に動いてたじゃないですか。だからたとえ大統領がね、誰かに変わったとしてもね、アメリカは何せ議会のパワーが強いとこですよね。だからまあ反中国路線っていうのは基本的に変わらないってその頃からずっと言われてましたよね。だから中国としてはある意味ね、中国にとってはこの香港とかウイグルとかこの人権のことでガーガー言われる方が、まあ、ぶち切れるね、原因にはなるんじゃないですかね。だから貿易問題さえ解決すれば、要は金の問題さえ解決できたらよしと考えていたトランプさんの時の方が、まだ中国にとっては組みしやすかったんじゃないですかね。もう今更言ってもしょうがないですけども。だからまあ、歴代大統領の中ではトランプさんが人権意識がどうだろう、高かったって言える大統領じゃないですかね。だからその誘拐された子供を救出したとかさ、あと人身売買の摘発件数とか、なんか群を抜いてトランプさんが優秀なんでした。
確かロシアのプーチン大統領もその点を評価してたことがあったと思うんですけどもね。うん。まあいいでしょう。確かバイデン大統領はウイグルのジェノサイドに関して中国の文化だとか言って取り合わなかったんですよね。まともに。だからそのバイデンさんの選挙公約は関税撤廃だから、まあウォール街の意思を受けてですよね。だからまあ媚び中っていうのはそこですよね。で、ウイグルの話はこのブリンケンさんとか議会が言ってるんで、まあバイデンさんはしょうがないからね、話を合わせてるっていうだけなんじゃないですかね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。カバーチューブクロッカッパ園長です。そしたらね、この動画では、高市さんのお話だったりとか、まあ、なんかよくほら、ネットでは人気、話題に上った人気があった人だけどね、実際にはリアルではね、そんなことなかった、だから負けたんだ、みたいなこと言われてましたけど、でも実際にはね、うん、高市早苗さん、リアルでも大人気だったっていう、そういうお話だったりとか、まあ、なんか、どうだろう、和田巻夫さんっていう方が、まあ、選挙ですよね、の街頭演説会、ここに高市早苗政調会長が応援に駆けつけた、っていうそういう話なんですよね。和田巻夫さん、大阪ですかね。大阪議会議員選挙、府議会議員選挙ですね。貝塚市選挙区、補欠選挙最終日の街頭演説に、高市早苗さんがまあ駆けつけてくれた。でね、ものすごい人だかりができたみたいなんですよね。でしかもなんか行動を塞いだりとかね、そういうなんかこうルール無視するなんかモラルに欠けたようななんか混乱とかは一切起こさずに、クリーンストレートにね、高市早苗さんの影響力を確認することができたっていう、なんかそういうことがあったらしいですよ。うん。とか、あとはなんかこの麻生さんがね、まあ記者に、岸田さんと河野さん、どっちに投票したんですか？よくそんな質問するよな。で、麻生さんがね、笑いながらね、そんなん言うと思うかっていうのが答えだよ、みたいな。なんかそんなことを言ったらしいんですよね。あと、まあ、小石川連合の石破さんの話とかね、まあ、次期衆院選、だからこの後の選挙で、この衆院選でも小石川連合で、河野太郎さんを支持した人、河野支持派の議員応援するぞ、みたいな。なんかそんなことを言ったらしいんですよね。だから石破さんは、この衆院選でも小石川連合を強調してたんだって。で、ご自身のこの石破派の派閥もね、存続だって。あれ？あ、そうなの？相変わらずマスコミではね、このなんか3人がね、高い知名度を生かして連携みたいなことを相変わらず言い続けるんですよね。うん。もうなんか一生やってたらいいんじゃないですか？うん。できればよそでやってほしいんですけどね。で、その小石川連合の小泉さん、小泉さんの話を主に見ていきましょうかね。なんかね、もう国民同活してくるんですよ。すごくないですか？要は再エネですよね。エネジロー君だからね。だからもうもはやね、この再生エネルギーへのネガキャン、ね、いや、事実を指摘したり、ね、この異論とか反論、ね、これなんかも全部ひっくるめてネガキャンだっつって切って捨てて、ね、一切認めないと。そんなものは一切許されないぞと。ね、この事実を指摘する、ね、要は反対意見とかも全部ひっくるめて、ね、けしからんと。我々日本国民を恫喝してくるんですよ、小泉さんが。で、要はこの再生エネルギー最優先原則の確立を成果として誇るんですよね。とんでもない人ですね、この人。保守の自民党ほど再エネが似合う政党はない。で、この人が保守を語る資格がそもそもねえと思うけどな。総裁選では再エネの高コストが争点となった。これについて問われた小泉氏が、反論したって書いてありますけど、多分もうなんか逆切れしたんですよね、これね。コストの見える化が必要。この総裁選では今の化石燃料ベースにした日本の経済社会の構造を維持すると、毎年10兆円以上海外に支払ってることを言った人はいないと思う。それを言わずに再エネでコストが上がるというのはネガティブキャンペーンとしか言いようがない。再エネは純国産エネルギーですから、最終的に国家の自立につながるエネルギー安全保障の確立になる。それを考えれば保守と言ってる自民党ほど再エネが似合う政党はないと思っています。もう立憲に行った方がいいよ、この人は。マジで。ね、安定供給については産業界からも不安の声が上がっていた。これに対して小泉さんが、産業界にはゲームのルールが変わったことに気づいてない人が多いと批判したと。亡くなられた経団連中西会長は、S プラス 3E、これは安全安定供給経済性環境性のことなんですよね。での前に脱炭素だと語りました。完全にゲームのルールが変わったという中で議論しなければ何も始まりません。再エネイコール安定供給ではないという議論
ションは国際社会から全く理解されない、いかに安定供給させる社会を作っていくか、前向きに政策を進めていくことがこれから日本の次の雇用や産業を作ることにつながると思っていると。で、激しく戦いを繰り広げたのが石炭と再エネだったと。で、改めて原発政策について小泉さんは、安倍政権菅政権で環境大臣をやってきた立場として、両政権とも原発を可能な限り低減をさせるとしてきた。その中で私は再エネ導入を明確に位置づけることで、結果として原発への依存度を下げていく方向につなげたいと考えた。エネルギー基本計画案には、もし再エネが想定よりも導入できた場合は他の電源は減らせると書いてある。これは実はとても重要なことだと思います。環境省だった2年間を振り返って、最も印象に残ったものを小泉さんは石炭と再エネと答えたんだそうで、大臣就任した当初から国際社会と日本の大きなギャップの一つが石炭政策。しかし石炭輸出の要件の見直しを環境省内でさえできると思ってなかった。最も激しく戦いを繰り広げたということで言えば、石炭政策の見直しが象徴的。再エネ最優先の原則がもしも変えられるとしたら、それは間違いなく後退でしょう。再エネ最優先の原則を勝ち取る戦いも自分の中では印象に残っている。来たる衆議院選挙に向け、小泉さんは様々なところで気候変動対策に取り組む必要性を訴えていきたいと考えていると語った。気候変動は異常気象を引き起こし、国民の命と生活に直結する問題。ぜひ来たるべき衆院選において与野党で議論を深めるべきである、だそうです。あれ、小泉さん結局ね、あれでしょ、クビになったみたいな格好だよ ね。だって真の敗北者みたいなこと言われてるぐらいだから、だからのからの恨み事、恨み節ってことでいいですか。相変わらずみっともないっすね。まあ要は都合のいい情報以外は全てネガキャン扱いでしょ。だから最初に言った通りね、その我々日本国民からね、批判とか非難とかじゃなくてね、この事実の指摘とかね、要は反対意見とかね、異なる意見全部ですよ、全部ひっくるめてネガキャン扱いしてね、我々日本国民にそんなものは聞かないし許さん認めんって言ってるわけですよね。いい度胸だよな、本当。なんだろう、この人まだ勘違いしてこれからもずっと大臣でいられるとでも思ってんですかね。ね、ゲーム言ってましたけど、いや、あなたこそゲームから降ろされたこと理解してねえじゃん、何言ってんだよと。いや、再エネ自体は僕も別にね、特に何も反対とかね、まるっと全否定とかね、そういうことをする言うつもりはないんですよ。ただこの人がやろうとしてるやり方はまずいですよね。だって国民にね、我慢を強いることしかしてないじゃん、あの太陽光筆頭に。なんだろうな、ゲームチェンジャー気取りね、そういうことが言いたかったというかやりたかったみたいですけども、工業とかね、この流通での手柄みたいなのって一切言わないじゃないですかね。コンビニ袋の環境をね、負荷ってどやるほど高いのか。まあ意識高めるのが目的なんでね、そこにこうね、重きを置いてるんで、要は結果なんかどうでもいいってことでしょ、この人が言ってるのは。そうな、結局なんで外されたのか一切分かってないんですよね、この人だけ。ね、違法な盛り土かね、メガソーラー作ってみたりさね、森林環境破壊してね、メガソーラー作ったりのこのネガキャン、あれネガキャンなんだ、正確にはネガキャンなんかじゃなくてこの正当な批判ですよね。だって実際実害被ってるところがあるんですよ、人だったり場所だったり。これはネガキャンじゃないですよね、事実の指摘でしょね。あなたがやった結果ね、不利益というかね、これさ、人災じゃん。あんなもん認めてるんだから、こう偉そうなことよく言えるよなって思いますよね。もう環境大臣じゃないんですよね。それこそね、河野さん見習って雑巾掛けでもやっとけよって話だよ、ほんとね。なんでこの人だけ偉そうにまだ大臣気分で上から目線で、まあ一応まだ大臣か、明日変わるんでしたっけ。そのまま大臣だったらびっくりですけどね。でね、結局ほら、例えばね、何言ってんだって話なんですけど、ことごとく最初から最後まで。例えばね、この安定供給については産業界から不安の声が上がってたってありましたよね。で、これに対して小泉氏は、産業界にはゲームのルールが変わったことに気づいてない人が多いと批判したって言ってたじゃないですか。答えになってないですよね。だから結局答えられないんですよ、この人。ね。だからもう、なんだろう、確実に言えることはね、ルールが変わって、あなたが、ね、エネジロー君、あなたが大臣じゃなくなるんですよ。そこをね、正しくまず理解しましょう。だってさ、ね、この例えばこの太陽光、ね、このソーラーパネル、これね、火災、実は結構ね、あんまり多分マスコミも取り上げないから知らない人が多いだけかな。結構ね、世界中でね、普通にね、燃えてんですよ。結構な割合で。しかもね、これ水ぶっかけて消すことができないんですよ。普通の消火活動ができないんですよ、このソーラーパネルの火災ね。これ日本も一言じゃないですよ。こんなのが東京みたいなこの都心の密集地でさ、火出したらどうなんだよって話ですよね。これちょっとなんか参考になるかな、映像
像があったんで、うん、ちょっと TikTok なのが気になるところですけど、まあよかったらまあ見てみてもらっていいと思いますけども、コロナ対策でこの承認欲求満たせなくなったからってこりゃねえだろって話ですよね。うん、でこのソーラーパネルのこの火災、まあ興味ある人はちょっとググってね調べてみてもいいと思いますけど、結構あるんですよ普通に。うん、だからもうこれね、東京のね、例えば住宅密集地、東京とか大阪とかね、この大都市での住宅密集地ですよね。まあ住宅だけじゃなくて、こんなのやったらさ、ね、もうそれこそ江戸時代のね、なんちゃら大火みたいな火の海になるかもしんないじゃないですか。ね、だって日本は台風とか地震とかのね、自然災害も多いんだしさ。これなんでか水かけられないと、この通電部分がショートしちゃうので、水による消火がね、できないんですよね。うん。だって他のその燃えていない隣のセルは発電中じゃないですか。うん。そう。だから隣で電気発生中なんで、通電しちゃうんで、この放水で消すことができないんですよ。なんか泡とか、なんか砂ぶっかけるとか、なんかそんな感じだったかな、確か。うん。そう。連結されてるセルは発電続けてるんで、うん。だからもうこんなのね、なんだ、こう、山林ね、切り開いて、みたいな。で、こうなんかこう、そんなことやってる場合じゃないんだよな。うん。だってね、これ、住宅密集地とか、都会だけじゃなくて、山の斜面にあってさ、ね、こんなん燃えちゃったら山火事とかにも繋がっちゃうかもしんないじゃないですかね。うん。で、これ、なんだっけな、去年、一昨年かな、なんかこう、台風とかでも、そう、湖の上かなんか、ダムだっけね、そこで燃えたこともあったんですよ。これ確か千葉県だったと思うんですけど、市原市じゃなかったかな。水面に浮かべた太陽光パネルがね、燃えちゃったんですよ。いや、これね、いろんな意味で、ね、絶対、もう、規制かけましたっけ、これからかけるんでしたっけ、うん、こんなもん絶対許したらダメですよね。うん。で、この太陽光利権で、ホロホロしてるのが、このね、エネジローくんとこですからね。うん。いやー、もうほんと、ね、やめていただきたいですよね。言語道断ですよ。ね、日本壊して私腹肥やしてるんですよ。とんでもない一族ですからね。話にならないですよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。カパーチュー袋カッパ炎上です。じゃあここではね、河野太郎さんのお話から見ていきましょうかね。まあ今日も河野さんの記事たくさんあるんですけども、例えば河野太郎さんの支持をお願いします、古い自民党をぶっ壊すみたいな感じで、この小泉進次郎さんと石破茂さんがね、まあタッグ組んで河野さんの支持を訴えるんですけども、訴えた結果なぜか元々河野さんを支持して人たちが会社に回っちゃうっていう珍事が起きたりとか口開かない方が良かったですね、ここでもね。ただまあ自民党総裁選でね、この野党がね、野党のある人が、これは維新の松井さんですけども、まあ河野太郎候補を応援すると記者会見で発表してね、有権者を動揺させたりと、まあ、あとなんかこの小西さんですよね、この立憲民主党の小西さんが、なんかこれもよくわかんないですけどね、自民党の総裁選ある候補者にね、なんかうちに来てさ、ブレーン、要はなんだ、参謀をやってくれないかみたいな、要はスカウトされたとか、なんかわけのわからんこと言い出すんですよね社交事例とか知らないのかな、この人。まあいいんですけどもね。で、まあなんかこう、それぞれのこの総裁選候補者4人の、なんかね、まあなんだろう、パーソナルデータみたいな感じかな。なんだろう、例えば、この、愛読書とか、座右の銘は何ですかとか、尊敬する人物は誰ですかみたいな。まあなんかそういうプロフィールですよね。プロフィールでなんか河野太郎さんがね、まあ話題になってるらしいみたいな。まあ他にもあるんですけど、ちょっと切りないんで、ちょっとどの辺から見ていきましょうか。とりあえずなんかね、もともと支持してたのに支持が下がっちゃったみたいなお話見ていきましょうか。河野太郎さんが石破さんと組んだことで、なんか同じ派閥の議員がね、まあ河野さんへの支持を撤回してしまうっていうね。もう我々からしたらもう分かってた、知ってた案件ですけどもね。まあ、議員浸透の難度が上昇中ってことかな。まあ、それでもこれは日本のマスコミが言ってることっていうのは、まあ、いつも通り前提としてね。小石川連合へのアレルギーっていう話かな。29日の投開票まで1週間と迫った自民党総裁選をめぐって、河野太郎大臣の陣営がね、焦りの色を濃くしてるんだって。世論調査で他の候補を引き離すものの、世論調査信じてんの？国会議員への浸透に苦戦してるんだってさ。党員票は大丈夫だと、議員票がみたいなことは言いたいのかな。そういう設定か、マスコミの中でのね。で、党内切手の知名度を誇る石破元幹事長、小泉進次郎大臣との小石川連合も党内に遠心力生んでんだって。上位2人による決選投票になったら議員票を着々と固める岸田候補や2人を猛追する、高市候補に逆転を許す展開が想定されてるんだってさ。で、ここで出てくるのが京都通信がね、17日18日に行った全国の党員
院党友支持動向調査。これもうだってデータとして古いじゃん。ねえ、だってもう10日前だ。と、ん ?1 週間前か。ねえ。まあそんなデータを未だにね、このなんか引っ張り出してくるあたりが、まあなんだろう。その時は確か河野さんが 48.6% だっけ。2位の岸田さんが 18.5%。2位との差が随分あるみたいな。まあその当時、その時の調査結果でもって調子に乗ってたら、油断したらなんかね、なんだろう。それでも河野陣営幹部はまだ五分五分だ。勝敗が見えない。余裕はないみたいなことを言ったって言ってるんですよね。で、選挙コンサルタント会社、選挙コンサルタント会社なんてあるんだ。ジャックジャパンによると、総裁選への態度を表明した国会議員が22日午後9時現在、258名。内訳は岸田氏が91、河野さんが80人、高市さんが66人、野田さんが21人っていう、昨日お伝えした内容ですよね、これね。だからこれ不思議なんですけど、高市さんなんで人数減るんですかね。まあいいんですけど。で、党員票に比べて河野さんへの国会議員支持が拡大しない理由は、脱原発や女系天皇容認など、保守派の反発を買ってきたこれまでの主張に加えて、石破さん、小泉さん、両氏への反作用、アレルギー反応があるからだって言って、石破さんは安倍晋三前首相を公然と批判してきた経緯があり、麻生太郎副総理兼財務省とも不仲で知られている。で、麻生派の河野さんが石破さんと組んだことで同じ派閥の議員が何人か離れたと麻生派中堅が言っているって言うんですよね。で、小泉さんも、最大派閥細田派が岸田高市両氏の支持を決めたことに、河野さんは絶対にダメだということ、その一点で誰が新しいタイプのリーダーかがわかると敵意をむき出しにしている。これに対して安倍さんは周囲に党を分断するようなことを言うのはどうかと思うと不快感を示したという。まあもう積んどいた方がいいんじゃないの？この人もね。で、菅首相も河野氏を支持しているが、新型コロナ対応での批判は根強く、首相個人でどこまで河野票を広げられるかは不透明。投票1回目で勝負を決めるには国会議員票と党員党友票の合計764票の過半数が必要だが、河野陣営はそんなに簡単ではないと、決選投票を早々に視野に入れていると。ただ決選投票では河野氏が強みとする党員票が合計で47票に減るだけに危機感を隠さない。河野さんを支援する石破派議員は、民意を反映できない総裁選になれば衆院選で手痛い目に遭う、中堅若手にはそれを訴えるしかないと語ったと。まあでもこれ総数嘘つき西日本新聞なんで、まあそのつもりで。なんだ西日本新聞か、じゃあ解散っていう、そんなレベルですけどもね、あそこはね。そうね、正確なのは日付と訃報だけですから、まあいいんですけども。まあこれだって小泉さんもそうですよね、ポエマーですからね。だって小泉さん本当に国民に人気があるのかよって、そこも突っ込み入れなきゃいけないレベルでしょ。だって何言ってか全然わかんないじゃんね。はっきりしたのはだってなんかこうね、おつむの弱さぐらいでしょ。うん、むしろ分かって日本を破壊して回ろうとしているね。そうだってなんだっけ、エネジロー君でしょ、品太郎君にエネジロー君ですからね。日本売り飛ばしてなんぼの人も一人じゃないですか。で、背中から打つのが大好きな石破さんでしょ。こんなの分かってたんじゃないの、違うの、開けてびっくりっすか。まあ大臣になるまではね、まあなんかそう、そこまでなんか賢さはなかったかもしれないですけど、失言はしない安定感みたいなものはあったような気がするんですけども、まあ党に苦言を、だからそういうことを言える将来有望な議員みたいな感じで見られてる時期も確かにあったはあったと思うんですけど、大臣になってからちょっとなんかこうね、晒しまくっちゃってますからね。だからまあ選挙ね、なかったから次の選挙で落選はなくても、まあこれは人気の低下は見られるっていうか、当然そういう結果にならなかったら逆におかしいですよね。まあなんだろう、だって結局ね、やれ小泉さんだなんてね、騒いでる人たちってどういう人たちだっけ、一定数いるのは知ってますけどもね。まあ取り巻きの連中、この二人がねどうこうっていうのも、まあそれはもちろん大きいかもしれないですけど、そもそも河野さんが本人じゃないですかね。毎回言ってますけど、だって日本の方まず向いてないですからね。どこ向いておっしゃってるんですかって、そっからでしょね。だってもうすぐ私が総理になるから安心してくださいって誰に言ってましたっけ。これそんな動画なんか流出しちゃったらさ、それは自民党支持者の大多数を占めてる保守層は全員そっぽ向くに決まってんじゃないですかね。その中でもこの河野さんについてってる人たちはね、もう河野さんと同じとみなすべきね、いなすしかないですよね。だからまあ選挙でね、この河野さん支持を訴えてる人ね、よく覚えておいた方がいいですよね。だからまあ選挙区の人なんかね、いやだって日本のために仕事しない議員団っていうことでしょ、議員連中ってことだよね。あとはまあそうだな、まあこれもね昔の話ですけどもね、あえて言わせていただくと、小泉さんなんかだって首相官邸で結婚会見なんかしてね、当時も公私混同も甚だしいとか言われてた人でしょ。まあマスコミがどう小細工をね、してこようが、もう実質上、岸田さんと、ね、高市さんの一騎打ち状態でしょ、現状としてはね。だって石破さん小泉さん、まあこの二人だけ嫌われ者扱いするのはおかしいですけども、
まあ、3人揃って小石川連合ね、うん、3人揃ってやっぱりそうね、厄介もなんていうのかな、うん、そういう人たちってことじゃないですかね。そもそも日本の国会議員をやってるのもどうかなっていう、そういうレベルだってもうバレましたからね、3人ともね。まあもう最初からバレてる人もいましたけども、でプラス竹中さんでしょ。いやーもうどう考えても河野さんに勝ち目なんかないでしょ。要はもう誰でもね、うん、味方にすれば誰でもいいとかっていう、そういう話じゃないですよってことですよね。だから人気とか知名度だけでね、そんなんじゃ勝負になりませんよって。まあ結局例えばこのなんか記事でね、この河野さんを支援する石破派の議員らがね、民意を反映できない総裁選になれば衆院選で手痛い目に遭う、中堅若手にそれを訴えるしかないと語ったってあったじゃないですか。もうこの一文だけでね、例えばこの石破さん、石破派の議員は民意とは何なのか全く分かってないっていうのがよく分かりましたね。要はいかにもなんかこうね、河野さんじゃなくてこのね、この脇を固めてる小泉さんや石破さんのせいでね、なんか苦境に立たされてるかのように、そんな感じでごまかしてますけど、河野さん自身の問題ですからメインはね、うん、そういうとこですよね。マスコミもなんか小細工してるんですけど、もうバレてるダメなんだから。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。あ、そうそう、お伝えするの忘れてましたけど、このね、プロフィールでね、河野さんだけ、まず愛読書なし、座右の銘もなし、尊敬する人物もなしだそうです。